イメラジオ第1359回、今日は平成30年7月11日水曜日です。時刻は午後10時、横浜港北、7月の夜ですね。キラキラしたナイトビュー、今宵もとっても素敵です。水曜日の夜、週の真ん中、リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は豊洲でのお仕事、帰ってきてからしばらく休んで、そして夢ラジオですね。横浜夏のナイトビュー見ながらの放送、今回は関東のもの自体、そんなタイトルでお話ししましょう。関東のもの自体、まあ哲学という授業を一般教養で受けたとしても、西洋哲学において関東がもの自体は認識できない、そういったことぐらいは教えてくれるはずですよ、日本の大学でね。関東はもの自体を認識できないと言った、まあ、日本の大学一般教養のその哲学の授業でも教えてくれるぐらいですから、この関東のもの自体、そこへの接近不可能性というのは、まあ哲学を志すなら、イーロー派に属しますね。が、今回はそのもの自体、カントが言う、それって何なんだ、あるいはそのもの自体は認識できないということによって、カントは、そして人類は何を得たのか、そんなことをお話ししましょう。カントが言うもの自体、ディング・アン・ゼヒ、これ英語に訳したら Sing in itself、 こうなると思います。フランス語だったらどうなんのかな、 Chose en soi、 こうかな、うん。要するに物それ自体は認識できないその物自体は本質とか真理とか理想とか神とか絶対者とか呼ばれている、まあそういうものなんですよ。で、そういうものを人は認識できず、その現れしか認識できませんよってことね。その現れ、カントはエアシャイノングという言葉を使いましたが、それは今の言葉で言えばフェノメノン、現象ですよ。人は現象しか認識できない。で、現象って、いや、横浜のね、ナイトビューがキラキラしていますという、これが現象ですよ。それしか人は認識できないと。では物自体とは何か、それはそのキラキラしたナイトビューの本質、一体光とは何か、ナイトビューとは何か、キラキラとは何か、美しいとは何か、こういうやつですよ。答えられないでしょ、リスナーの皆さんも。
つまりまあ私たちは物の定義を曖昧にしたまま、けれど言語使ってそれなりにコミュニケーションやってるわけですね。けれどその日常的なコミュニケーションというのはものすごくあやふやで、それは定義も定まっていないし、本質、理想、神絶対者、そういうものにも到達してはいない。で、この日常をね、単にご飯食べて、どっか出かけて、夜は寝て、次の日も同じことして、誰かと喋ってという、そういうことをし続ける限り、このもの自体とは何か、本質とは何かということは、あまり考えずに済むんですよ。このお豆腐はいくらですかとか、ね、チョコレート今日は安いですねとか、まあそんなお話、これはカントによると現象あるいは現れ、まあけれど物とは何か、人とは何か、存在するとは何か、誰が存在を決めたんだ、神とは、神と人間の関係は、で、こういうことは物自体に属し、認識できませんと。確かにその通りで、あ、神いるんですか。じゃあ神様ちょっと出してくれよと。ここに呼んでくれと。もしここに呼んでくれて神様がね、私の前に来て、そして会話でもしてくれるんだったら、神様の存在も信じましょう。まあそういう人に対してですね、布教者は途方に暮れたわけでしょ。信じれば神はいます、こんな感じで。なんだその信じれば神はいますって、絶対者って何だと。ここに出して、そして呼んでくれと。そうすれば俺だって信じる、俺だってそういう人と話もしてみたい。で、この話に対してカントは、物自体は認識できない、すなわち、神なんかここに呼べないし、神なんか認識できないし、絶対者、真理、理想、本質、そのようなものは置いとこう。どうせわからないんだから。どうして私とあなたが今ここで出会ったのか。そんなのわかりはしない。それより、この現れの世界、これだったらはっきり認識できるでしょ。今この光が私に見えている、横浜港北の光が私に見えている。そうするとその光はどういう速度で飛んでいるのか、これは認識できる。そしてその光が飛ぶ時、あるいは音が飛ぶ時、それは空間と時間の中で起きる。そこに知覚者、今回は自分、それがいるはずだ。その知覚者に対して現象はどういうふうに現れ、その知覚者はその現象をどういうふうに認識して、どういうふうに記述分析するのか、これだったらできる。もうお分かりですね。カントが物自体へのアプローチを放棄して、現れのみに私たちの認識を集中させようとしたのは、そうすることによってサイエンティフィックな、あるいはヴィッセンシャフトリッヒな、科学的なものの見方ができるから。つまりカントのこの哲学的なバックアップを得て、19世紀以降、サイエンスは飛躍的に進歩しましたね。カント以前には、オズ、オズとしか進まなかったサイエンス。なぜか、物自体が
邪魔していたんですよ。物自体とは、何度も言いますが、真理、神、絶対者、理想、本質、善、まあそのようなものですよ。そしてね、聖書に地球は平らと書いてあるでしょ。これが物自体なんですよ。聖書に地球は平らと書いてあるでしょ。正しいんだから、絶対的に。だったらその物自体に合わない、つまり地球が平らだと書いてあることに合わない、そういうものは全て破棄、地球の果てまで行ったら船はそのまま滝に落ちて沈むんです。地球は平らなんです。それが神の伝えたことであり、物自体なんです。まあこういう物自体、それは聖書であり、神であり、宗教であり、こんなものがはびこっていては、科学は進まない、現象もまともに認識できない。だからこそカントはね、物自体はやめようと、物自体への眼差しは捨ておけと、そうでなく実際に君が見ているこのね、広北の世界をしっかりと正確に描写できる方法を考えよう。これだったら君にも確実にできるでしょう。そして君以外の誰かが君の場所に立ったとしても同じ結果が得られる、そういう実験なり分析なり記述なりができるでしょう。文系理系問わない。政治においても、経済においても、そしてサイエンスにおいても。つまりカントの物自体、そしてその物自体は認識できないということによって、初めて、ここで初めて人間の認識論が宗教から解放され、ありのままに現象を見ることができるようになった。現象をありのままに見て記述して分析していいんだ。これ以降サイエンスが飛躍的に発達するのも頷けますね。そして産業革命がどんどん進んでいくのも頷けますね。つまりカントが物自体を放棄した、現れの世界だけに着目したということは、産業革命を弱気し、サイエンスを飛躍的に進歩させ、そして宗教、神、絶対者、キリスト教的な、それを退かせた。夢ラジオ1359回、今回はカントの物自体取り上げました。窓の外、夜は更けつつあります。